森山は、秋田県五条目町にある山である。五条目町のシンボルとして親しまれている。森山、聖飯山、聖飯山とも書く。森はこの地方では孤立法を呼ぶ場合や、社を意味している場合がある。森山、第二高地から八郎型町、大型村方面の眺め八郎型観宅地の東隣に位置し、鈴虫の群生北原地として知られている。 国道7号や国道285号からは、田んぼに突き立つ独立法として望むことができる。森山は2つの峰からなり、現在は、電波塔や首楼、希望の塔などがある。森山には、北側から第二高地の展望所まで車道が伸びている。展望所からは、小賀半島や北平野を望むことができる。塔の裏手からは、コンクリートで固めた。 急な痩せ尾ねが続く。一旦鎖や柵を頼りに降りて、さらに登りきると一等三角点や、少子のある山頂にたどり着く。山頂の東南約600メートルの標高を100メートルの地点には、鈴虫群生の北限の標識がある。地質は普通奇跡岩有黒も母、各奇跡石英安山岩などからなる。森山の岩石は、古くから石材として利用されてきた。 山独は五条目町へ自然公園として整備され、付近一帯は鈴虫群西北原として県の天然記念物に指定されている。森山聖斜面の採石事業は森山を守ろうとする町民の運動により中止となり、1972年から五条目町は公園事業を開始した。第二高地までの自動車道、林間歩道、広場、駐車場などを整備し、 杉山津、筒子など700本を植樹した。1977年の新観光は北三十 K の第6位にランクインしている。写真の左にある、ハゲチが、採石事業の後である。天守閣を模した五条目町森林事業館厚地、桃山時代から江戸時代の初めにかけての山城で、天正年間の安藤氏の内紛の後、五条目地域を支配した藤原内記。 秀森の居城とされる、砂沢城とも言う。本来は山城で、天守閣はないのだが、森山東斜面中腹にの森山森林公園内に、模擬天守が建てられ、内部は森林資料館になっている。森林伐採に使われていた道具や写真が展示されているほか、林業とのつながりが深いンヤやオケタルの仕事風景などが見ることができる。 城を囲むように巡らされた三作路には観音像が点在し、護衛家の順に一番から33番までの石碑が立っている。平安中期の歌人であり学者である源の順が上級年間に編纂した和名類受賞という辞書がある。この辞書は当時のあらゆることやものの名前と読み、意味が収められていて、見方によっては百科辞典とも言える。 この本には10世紀半ばの国名、軍名、合名のすべてが収められていて、ではの国の最も北が、立浦郷であった。立浦は、そっとの果てという意味で、ここが、立領国家の北の果てであった。五条目町の森山、高岳山、三倉花が、国の境で、これより北には国、軍、郷はなかった。この地より先は、江戸と呼ばれた人たちの土地となっていた。 新編、秋田の地名1987年、三浦鉄を、角川日本地名大辞典号秋田県1980.3、角川日本地名大辞典号秋田県1980.3、秋田県謎解き散歩新人物文庫。ありがとうございます。